ナンバーアンダーライン愛とボンの新たな挑戦和の精神と現代ダンスの融合。現代の音楽シーンにおいて独自のスタイルを持ち続けるアーティストは少なくなってきました。特に伝統と革新を巧みに融合させ新たな表現を追求する姿勢は多くのファンに感動と驚きを与えています。そんな中で平野章率いるナンバーアンダーライン愛はその斬新なアプローチで注目を浴びています。 彼らの最新曲、ボンは、その象徴的な作品として、大いに語られるべきです。日本の音楽番組、エムステで、視聴者の心を一瞬にして奪った瞬間がありました。それは、ナンバーアンダーライン愛の最新曲、ボンのパフォーマンスでした。多くの視聴者がその魅力に圧倒され、SNS では、彼らの演技に対する賞賛の声が溢れました。この記事では、ボン。 がどのようにして日本の伝統と現代のエンターテインメントを融合させたのか、またその背景にあるストーリーやメッセージについて深く探っていきます。ボンのパフォーマンスは単なる音楽やダンスを超えて視覚的にも聴覚的にも日本の伝統文化を強く感じさせるものでした。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは日本の文化に誇りを持ち、その美しさを世界に広めたいという強い意志を表現しました。 彼らの衣装や振り付けには、盆踊りや武士道の所作が取り入れられ、日本古来の世界観を現代的に再解釈しています。盆は日本の伝統的な盆踊りをベースにしているが、その表現は極めて現代的です。楽曲の冒頭から始まる座り方や、衣装に見られる古風なデザインは、まさに古来からの日本の美意識を反映しています。しかし、それが単なる回顧趣味に終わらず、 現代のエネルギッシュなダンスと融合している点が特徴です。ダンスの動き一つ一つが力強く、フロア全体を使ったパフォーマンスは圧巻です。パフォーマンスの冒頭で、メンバーたちは床に座り、日本の伝統的な座り方を披露しました。これは、視聴者に対して敬意を表す意味も込められています。また、盆踊りのメロディーと振り付けが曲の中で繰り返し登場し、 フロアダンスの力強さが見るものを圧倒しました。特にフロアを使ったダンスシーンでは日本の地で生きる人々の力強さと精神を感じさせるものでした。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは単なるアーティストではなく表現者としての役割を果たしています。彼らは日本の文化を現代の視点で再解釈し、それをパフォーマンスとして具現化することで新しい形のエンターテインメントを作り出しています。 この挑戦は視聴者だけでなく他のアーティストやクリエイターにも大きな影響を与えています。ボンの楽曲は伝統的な和楽器の音色と現代的なビートが絶妙に融合したものです。楽器の選定から曲の展開に至るまですべてが綿密に計算されています。例えば太鼓の音が曲の中盤で響き渡り視聴者に日本の祭りの躍動感を伝えています。このような楽曲構成により ボンは一度聞いただけで中毒性があり、何度も繰り返し聞きたくなる魅力を持っています。例えば、翔くんのボン踊りの手の動きは非常に柔らかく、しなやかでありながらも、その背後には鍛え抜かれた身体の強さが感じられます。この二面性こそが、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスに独特の魅力を与えています。ナンバーアンダーライン愛のボンは、単に日本文化を再現するだけでなく、 それを再解釈し、現代における新たな形で提示しています。特に、楽曲の中に組み込まれた和の要素は、多くのリスナーにとって新鮮な驚きをもたらしました。例えば、太鼓の音や雅楽風のメロディーが織り混ぜられた楽曲は、まるで時空を超えて古代の日本と現在をつなげるかのようです。こうした試みは、単なるエンターテインメントの枠を超え、日本の伝統文化を再発見し、 再評価するきっかけとなります。特に若い世代にとっては、普段接することの少ない日本の伝統に触れる貴重な機会となるでしょう。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、ただの音楽やダンスではなく、一つの芸術作品と呼ぶにふさわしいものです。彼らは常に新たな表現を追求し、進化し続けています。例えば、翔くんが過去に披露したコンテンポラリーダンスの要素を取り入れた動きは、 伝統的な盆踊りと見事に融合しています。また、彼らの衣装にも注目が集まっています。盆栽を育てる庭師のようなデザインは、一見すると奇抜に思えるかもしれませんが、その中には深い意味が込められています。盆栽は日本の伝統芸術であり、その細やかな手入れと長い時間をかけて育てる過程は、まさにアーティストとしての姿勢を象徴しています。 彼らの細部にまでこだわった表現は観客に強い印象を与えます。ボンの初披露となったテレビ番組エムステでのパフォーマンスは多くの視聴者にとって感動的な瞬間でした。テレビの前で彼らのダンスや歌を見た多くのファンが涙を流し、その美しさと力強さに心を打たれました。例えば一部のファンは涙が出ました。本当に嬉しいとコメントしています。 彼らのパフォーマンスは単なるエンターテインメントを超え人々の心に深く響くものとなっています。この感動の共有はアーティストとファンとの間に強い絆を生み出します。ナンバーアンダーライン愛のボンは日本国内だけでなく海外のファンにも大きな影響を与えています。彼らの音楽とダンスは言語や国境を超えて人々の心に届きます。特に 日本文化に興味を持つ海外のファンにとっては、彼らのパフォーマンスは新たな発見と感動をもたらしています。彼らが英語で歌うことができれば、さらに広い層のファンにアピールできるでしょうが、現時点でも彼らの表現力は十分に世界に通用しています。身体全体を使って表現するダンスや、独特の楽曲構成は、言葉の壁を越えて人々の心に訴えかける力を持っています。 ナンバーアンダーラインアイのボンは彼らの新たな挑戦の一環に過ぎません。今後も彼らがどのような作品を生み出し、どのような表現を追求していくのか、非常に楽しみです。例えば、翔くんがまだまだ女の口かもしれないと感じさせるその無限の可能性は、ファンにとって大きな期待を抱かせます。また、彼らのパフォーマンスに触発され、 多くの若いアーティストが日本の伝統文化を取り入れた表現を試みるようになるかもしれません。これからも彼らが日本の文化を大切にしながら新しい表現を追求し続ける姿勢は多くの人々にとってインスピレーションとなるでしょう。ナンバーアンダーラインアイのボンは伝統と革新を巧みに融合させた作品として今後も多くの人々に感動を与え続けるでしょう。彼らのパフォーマンスを通じて 日本の美意識や文化の深さを再認識することができます。私自身、ボンのパフォーマンスを初めて見たとき、鳥肌が立ちました。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちが日本の文化をこんなにも美しく、そして力強く表現していることに感動しました。彼らの挑戦と努力が詰まったこの楽曲は、今後も多くの人々に愛され続けるでしょう。私たち視聴者も、 彼らの未来の活動に大いに期待しています。ボンはナンバーアンダーライン愛が日本の伝統文化を現代のエンターテインメントに融合させた傑作です。彼らの挑戦は私たちに新しい視点を提供し、さらなる文化交流の可能性を示しています。この記事を通じて皆さんもボンの魅力を再確認し、その背景にあるメッセージに思いを馳せていただければ幸いです。 このような彼らの挑戦が他のアーティストにも刺激を与え、さらなる革新を生むきっかけとなることを期待しています。あなたも彼らのパフォーマンスを見て何か新しい発見や感動を得たことがあるでしょうか今後、どのような形で日本の伝統文化が現代に融合していくのか、そしてそれがどのような影響をもたらすのか、一緒に考えてみましょう。